どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ハーフアップアレンジをやってみました。しかもこう長さ関係なくできるアレンジで、ボブヘアだったりミディアムヘア、セミロングヘア、ロングヘアの方が簡単にできるアレンジになってます。ロングとかセミロングの方って、まあ、結構簡単にできるかなと思うんですけど、まあ、ボブヘアだったりミディアムヘアの方で結構アレンジってこう悩むじゃないですか。そういう方に向けてのアレンジ方法になってますので、いつも悩んでた方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。シアミルクをつけていきます。表面の毛羽立ちと毛先のまとまり感をしっかりと出していきます。顔周りの髪の毛を残して、サイドの部分をこの辺りぐらいですね、取り分けます。取り分けた髪の毛を後ろ向きにねじって、後ろに持ってきます。横からちょっとボンのくぼのところを通って、後ろでシングルピンで留めていきます。反対側も同様に取り分けていきます。後ろに持ってきて、またシングルピンで留めていきます。アレンジスティックを使っていきます。交差した髪の毛の中に差し込んでいきます。その表面のね、毛先を取り分けて、スティックの輪っかの中に入れて、そのまま下に抜きます。この毛先の髪の毛と、あとこの内側の髪の毛ですね、を同時にアメピンで留めていきます。で、なるべくこの横の髪の毛の方向に向かってピンを刺すと表面に出てこないのでいいかなと思います。お好みでここのサイドの髪の毛を少しだけ出して、トップのこの辺りの部分ですね、もう少しだけ丸みが出るぐらい、結構この辺はボリュームが出やすいので、出しすぎにはちょっと注意してください。最後にシングルピンを外してバランスを整えたら完成です。こんな感じで仕上がりました。時短でできるハーフアップアレンジ、よかったら参考にしてみてください。